武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは、徳島大学の数学の勉強について話していきたいと思います。徳島大学の数学ですが、まあ、問題が2種類あって、医学部、医学科と歯学部、薬学部に関しては、まあ、こちら大問4つ120分、で、医学部の保健、と理工学部、こちらもまあ大問4台120分なんですが、医学部の保健と理工学部の方が問題は全体的に優しめで、まあ、医学部、医学科、歯学部、薬学部ですね、こちらに関しては、難易度高めというふうになっています。で、保健と理工、こちらに関しては、まあ、記述論述練習さえできていれば、まあ、十分なので、センターの数学、終わらせている前提で考えると、国公立標準問題集キャンパス、こちらをしっかり仕上げておけば、まあ、十分対応できるかなと。でやはりその国立、なので、まあ、論述問題、まあ、グラフ問題ですねだったり、証明問題など、出てきますので、まあ、図示する問題などもそうですね、これらの、記述練習しっかりやっておきましょう。で医師、薬系ですね、医師薬の問題に関しては、こちらもまあ基本的な対策はキャンパスしっかりやっておけばという形にはなるんですが、キャンパスだけだとちょっと対応厳しいかなっていう問題も、ものによっては出てきます。なので数学で点を稼ぎたい、完答を基本できるようにしておきたいという場合には、まあ、入試の革新の標準編、など、やっておく、もう何かしても大丈夫ってところまで考えておくなら、例えば優しい理系数学などやっておいてもいいですが、正直基本そこまでは必要ない、まあ、革新まではやっておいた方がいいかなという点の難易度です。ただいずれにしてもその記述をしっかりやれるかどうかっていう部分が非常に重要となってきますので、こちらの練習を徹底的にやるように心がけてください。以上が数学の勉強となります。